雪祭りの時の様子横手城は、出羽国平かに横手町に、かつて存在した、日本の城である。構造は山城、朝倉城や朝倉城とも呼ばれる。廃城後に、城石は横手公園として整備されており、模擬天守が建てられている。横手城の築城時期は、諸説ある。戦国時代には、小野寺廃下の横手市、大和田市、金沢市が横手城を拠点にして反抗したが、 これは鎮圧されている。その後、小野寺氏は横手に本拠を移した。土砂崩れの帽子と斜面に敵兵が滑って、よじ登れないようにするためにニラを植えたことにちなみ、ニラ城とも呼ばれた。関ヶ原の戦いの時、当時の城主であった小野寺義道は、上杉下月勝に通じたことから徳川家康に、西軍方とみなされたため、慶長六年に改役され、一時的に最上氏の手に渡る。 慶長七年、久保田城に佐竹義信が転望されてくると、横手城も佐竹氏の所有となり、城代が入れられた。城代には、伊達森重、伊達戦争に続いて、津田森秀が入り、漢文十二年に佐竹氏一門の戸村吉らが入城して、以降、代々、重大優を称す戸村氏の宗家が、明治まで務めた。現那六年、一国一条令によって、 久保田半領でも市場が破却されたが、横手城を重要な拠点と考えた佐竹義信が幕府に働きかけたため、破却を免れた。現那8年、当時の江戸幕府年寄りで、下津宇都宮藩主の本田正澄が、宇都宮城釣り天井事件でこの地に流罪され、寛永14年3月10日に亡くなるまで過ごした。江戸時代末期、戊辰戦争の際には、東北地方で、 佐竹氏は、古軍官軍側に就く、道のく仙台藩と出羽省内藩の軍勢が、戸村大学の牢上する横手城を攻撃し、慶応4年8月11日の夕方に落城した。明治4年に廃城となり、明治12年には、母親戦争で戦死した22人の霊を慰めるため、焼け残った城の資材を再利用して、本丸跡に、秋田神社が建立された。本来の横手城に、 天守はなかったが、太平洋戦争後の昭和40年には、郷土資料館と展望台を兼ねて、二の丸後に、岡崎城をモデルに模擬天守が建設された。この天守は、東北地方における模擬天守の初見である。展望台に、旧横手市の市街地を望む方向にライブカメラが設置されている。先着順で、カメラのズームアップ、ズームダウンや、方向の微調整ができる。 では国はの中全国と宇宙国に分割された、秋田県の歴史散歩1989年版205ページ、横手城展望台パンフレットより、西賀、谷康弘監修、復元名城天守学習研究者1996年、横手市観光協会、ライブカメラ、社団法人横手市観光協会、2011年4月25日閲覧、ありがとうございます。